しい生活の中、日々の糧を得るためにマッチを売り歩く。それが私の仕事。私はマッチ売りの少女。私は幸せな夢を見ながら、大晦日の雪の夜に凍えて死ぬはずなんです。やーだー、ほどいてー、変な人形怖いです。マッチ売りの少女は決してこんなところでこんな化け物と戦うお話ではないんです。Thank you.